宮川和夫は日本映画界を代表する映画カメラマンである。主に京都渦政大英映画の時代劇における陰影ある斬新な撮影で稲垣博士、溝口賢治や黒沢明らが監督する作品のカメラマンとして世界に知られる。本名は宮川和夫東京オリンピックの撮影車両京都市河原町を行け生まれ、 牧野正弘は小学校での同級生。少年時代、墨絵を習っていて、牧獣の白黒だけで色を使わせてもらえないことが不満だったと自伝で明かしているが、それが逆に白黒映画撮影時の表現に役立った。京都商業高校を卒業後、18歳で、日活京都へ、現像部助手として入社。約3年ほどを見習いとして修行する。 当時の野球部に所属し、運動は得意であった。その後撮影部の決意に伴い撮影部に移動した。1970年より、フリー、60年以上にわたり、日本映画界で活躍した。主な作品は、ユアンヤン歌合戦、ラショーモン、ウゲツ物語、ギオンバヤシ、無宝松の一生、夜の川、用心棒、悪名、東京オリンピック、座頭市と用心棒、 ある殺し屋とサントリーのトリスの CM、雨と子犬の撮影でも知られる。ラショモンでは当時、近畿だった太陽を撮影するというカメラワークを行い黒沢監督から激賞された。1960年、市川根監督の弟の撮影を担当した際、物語の時代設定である対象の雰囲気を出すためにフィルムの発色部分の銀を残す。 独特の技法、銀の腰を生み出した。その後、宮川和夫の完成させた銀の腰は、世界中の映画で広く用いられることになる。K マチコラ撮影所の仲間からは、カーボーのあだ名で親しまれていた。1985年、NHK 坂本急劇場、この人、宮川和夫賞の中で、勝慎太郎は、大英撮影所で挨拶に行かなければならない。 偉い人は、溝口健二先生、長谷川和夫先生、宮川和夫先生、大河内伝次郎先生だったと語っている。黒沢明監督の影武者の撮影中に体調が悪化し、京都大学医学部附属病院に入院。途中降板した。その病床で、大英時代から親しかった、勝慎太郎が、主役から降ろされたことを聞かされ、ショックを受けたエピソードが、著書。 キャメラマン一台に綴られている。その後、自宅を訪れた勝ちに、この件でいめたという、1992年に第10回側北賞を受賞。短調強調、ありがとうございます。